こんにちは、サンロードの花園です。皆さんには黒歴史ございますでしょうか。私もですね、黒歴史ございます、一応ありまして、まあ若い頃はバカばっかりしてました。ということでですね、最近、日清から新発売のですね、黒歴史シリーズ、こちらご紹介していきたいと思います。まず一つは、こちらカップヌードルのサマーヌードルですね。こちら、1995年に発売されたんですけども、当初はですね、全然売れなかったそうです。あの味、あの時は、レモングラスイコールレモン味だった、今エスニックブームだからこそ食べてほしい、うまいですよということで、今回復活いたしました。次はですね、こちら、どん兵衛の、だし天茶ですね。こちらは、2002年に発売されましたけども、その当時はですね、全然売れなかったそうです。ですね、だし、天ぷら、お茶漬け、結局何の味だかわからなかったそうで、今だしブームだからこそ、食べてほしいだしの旨味、うまいですよってことで、復活いたしました。もう一品がですね、焼きそばカプユーホになります。こちら台風甘辛屋台ソース熱帯 UFO ですね。こちらも、先ほどのどん兵衛と同じく、2002年に発売されたんですけども、こちらもですね、発売当初売れなかったそうです。なぜかエスニックを熱帯と勘違いされたそうで、今タイ料理ブームだからこそ食べてほしい、台風甘辛エスニック焼きそばうまいですよってことですね。今日はこちらの3品、カップヌードルのサマーヌードルと、どん兵衛のだし天茶、あとこちらの、台風甘辛屋台ソースの熱帯 UFO、こちらこの3品ですね、どんな味かちょっと気になりますよねということで、食べていきたいと思います。まずはですね、こちらの、カップヌードルのサマーヌードルですね、こちらちょっと食べてみたいと思います。それでは開けてみます。よいしょ。中はですね、こういう感じでちょっと赤いですね。それではお湯入れてみます。それではお湯入れてきましたんで3分待ちたいと思います。それでは3分経ちましたので開けていきたいと思います。中はですね、こういう感じでスープがちょっと赤っぽいですね。具材もいろいろと入っております。それでは食べてみます。いただきます。レモングラスが効きまして、本当トムヤムクンのような味がしてます。若干ですね、ちょっと酸っぱい辛いかなって感じですけども、結構美味しいです。はい、完食いたしました。個人的にはですね、もう少し酸っぱくてもいいかなって感じでした。カップヌードルのサマーヌードル、結構美味しかったです。ぜひお試しいただければと思います。それでは続きまして、どん兵衛のこちらだし天茶ですね。こちらもうどんな味か気になりますよね。早速食べてみたいと思います。中にはですね、かやく入りの粉末スープと、あと先入れの海苔天、こちらが入っております。それでは海苔天入れていきます。じゃあ海苔天入れまして、かやく入りスープの方も入れていきます。それではお湯入れていきたいと思います。それではお湯入れてきましたんで、今度はですね、5分待ちたいと思います。それでは5分経ちましたので開けていきたいと思います。結構ですね、だしの香りや、あとわさびの香りもですねしております。中はこういう感じですね。結構わさびの香りがします。それでは食べていきたいと思います。いただきます。ちょっとわさびの風味がツーンってくる感じですね。結構美味しいです。スープの方もですね、結構だしが効いてまして、ほんと美味しいです。のり天、いただきます。スープがですね、だしの風味が結構効いてて、またわさびの方でですね、風味もしまして、大変美味しいです。ちょっとなんで売れなかったかが、ちょっとなんで売れなかったか不思議なんですけどね、不思議なくらいです。完食いたしました。
結構出汁の風味が良くてですね、また本当わさびの風味もちょっとツンとくるような感じで大変美味しかったです。なんで売れなかったのかがちょっと不思議なくらいですけどもね。続きましてこちら台風甘辛屋台ソースのですね、熱帯 UFO、 こちら食べていきたいと思います。3つ目です。中にはですね、こちら調味オイルですね、それと粉末ソース、あと火薬が入っております。それでは先に火薬入れていきたいと思います。火薬はですね、小指に、ネギかなが入っております。それではちょっとお湯入れてきます。それではお湯入れてきましたんで3分待ちたいと思います。それでは3分経ちましたんでお湯捨ててこようと思います。それでは捨ててきます。それではお湯捨ててきましたんで、こちらの粉末ソースとですね、こっちの調味オイル入れていきたいと思います。まずは粉末ソース入れていきたいと思います。結構ですね、甘辛いようなエスニック系の匂いがしております。では混ぜます。では次はこちらの調味オイル入れていきたいと思います。色がですね結構赤くなってきましたね。はい、出来上がりました。それでは早速食べてみたいと思います。それではいただきます。面白い味ですね。なんだろう、辛くもないんですよね。赤いから辛いかなと思うんですけど、そんなことなくて。はい、完食しました。赤いんでそれにエスニックってことで辛いのかなと思ったんですけど、そういうことはまあほとんどなくてですね、なんかちょっとなんだろう、物足りないような感じでしたね。なんか中途半端な味のような感じがいたしました。今日はですね、日清の黒歴史の3つの商品、こちらの、カップヌードルのサマーヌードルですね、それと、どん兵衛のだし天茶、あと台風甘辛屋台ソースの熱帯 UFO、 この3品、食べてみました。自分的にはですね、こちらのどん兵衛のだし天茶が、結構美味しかったように感じました。よろしければですね、この3品ぜひ食べ比べてみていただければと思います。それでは今日はこれで終わりたいと思います。ご視聴いただきましてありがとうございました。